はい、コナンです。妖怪ウォッチプニプニやっていきたいと思います。現在の状況なんですけども、ツチノコに勝った回数が35回。さあ、元気ドリンク交換しておきましょう。今ね、手持ちこれで11個。元気ドリンクの使い方がね、非常におはじきバトルでは重要になってきます。そのあたりのね、話もしていきたいなと思います。ごくツチノコに勝った回数は今4回ですね。なので今日はごくツチノコの5から先をね、やっていきます。さあ、フレンドに助けられながら来ています。おっと、来たぜ、ごくツチノコのレベル5。 HP が37000、つえーな。まあでもね、そんなこと言ってらんないんでね、倒していきたいなと思います。さあ、ごくツチノコを倒します。メンバーはね、豪傑っぱでいきますよ。そしてフルパワーでいきます。もうね、ごくツチノコレベルが上がってきたら、もうフルパワーでやんないと全然もう時間内に倒せないし、効率悪いんで、もうここはね、フルパワーでいくしかないです。さあ、フルパワーの力見せてくれ。まあ、豪傑っぱでね、種族効果 53% 狙っています。今回森神レックスガシャから出たんで、もうこの頼みでね、やってます。まだね、優勝回数が40回に達していないんで、金食い姫はまだゲットできていません。なのでちょっとね、僕に対しては非常に辛いんですけども、まあいけるでしょう。結構ね、ごくツチノコ出現率がね微妙なんで、まだちょっとレベル40までいっていなくて、金食い姫持っていないですけども、まあね、出てきたら、まあレベル7はちょっと辛いと思うんだけど、まあレベル5、6あたりはね、もう出てきたらバトルしていった方がいいと思います。前回のね、ごく吹雪姫のおはじきバトルでね、それでハマったんだよね。結局ね、レベル40でこの特殊能力持ち妖怪ゲットしてから一気に行こうかなと思いきや、このレベル40まで行って特殊能力持ち妖怪ゲットした瞬間に突然ね、ごくツチノコ出てこなくなっちゃったんで、もうそっからレベル50以降が60以降が出てこなかったんで、ちょっとそれが怖いんでね、もう出てきたらバトルしていきます。あと元気ドリンクの使い方なんですけども、まあ基本的にはね、ごくツチノコで使うようにね、貯めておいた方がいいと思います。なんだかんだ言ってもね、1日24時間で4時間おきなんで、まあ6回はね、元気溜まってできるんで、まあそれをね、コンスタントにやっていけばね、まあイベント自体はまだ期間あるし、いけるんじゃないかと思います。さあ、残り4100か。結構ね、友達がね、助けてくれました。ありがとうございます。さあ、残りが少なくなってきたんで、普通にバトルでいきます。4000ぐらいなんでね、いけるかな、微妙だね。ちょっとわずかに残るといやらしいね。まあできればこれで倒してしまいたい。そう、これちょっと難しい配置、ミッションありなんで、ちょっとここはね、ミッションクリア狙っていきたい。あー、若干左にそれた。しかし、なんとかミッションクリア、ラッキーです。さあ、これはまっすぐ、簡単なパターン、行くぜ。あー、左にそれた。なんかね、ちょっと左にそれる癖があるんだよね。ちょっとね、タッチペンをこう垂直に立ててやらないといけない。これはね、森神レックスミスれない。しかし難しい配置、どうだ。お、いい感じ。まあまあいいでしょう。おう、1300、がっつり来たぜ。残り2000か。2体でいけるかな。真ん中ゆらゆらパターン。おし、オッケー、パーフェクト。235。さあ、1800か。厳しいな、わずかに残りそう。あー、左にそれた。マジか、これは痛い、これは痛い。159。163は今ね。
ダメージの方が2400。あ、いったぜ。お、友達が助けてくれました。なんとかね、行きました。やったぜ、120。そして、お、必殺の秘伝書が。これは嬉しい。さあ、それではね、イベントのね、ミッションやっていきます。今回ね、イベントミッションがすごくたくさんあるんですよ。そして報酬がすごくいいので、これはね、おはじきバトルの間にね、ちょいちょいやっていくといいと思います。どうですかね、皆さんもイベントミッションすべてクリアしましたでしょうか。使う妖怪はこちら、覚醒目玉おやじ、攻撃力アップ、そしてなんでなんサボリン、オンモランキ全体攻撃、トウシロザメ HP 回復、ウィス男単体攻撃プラスサボリ。さあ、こんなメンバーでね、いきたいと思います。さあ、なるべくね、デカップに作っていきます。今回のイベントは、まあ、特殊能力持ちのね、森神レックス、そしてアンコールデッド、まあ、このあたりありますけども、その他にもオンモランキ、トウシロザメ、なんでなん、まあ、このあたりのね、新妖怪も追加されています。ここもね、結構見逃せませんよね。僕はね、おはじきバトルやりながら、このあたりのまあ、隠しステージとかね、妖怪の出るステージを周回しながら、地道にちょっとね、技レベル上げていっています。さあ、あと1体。おっと、フィーバータイム入りました。さあ、回復、そして覚醒ウィス男、覚醒ウィス男、さあフィニッシュ。さあ、多分ね、ミッションクリアできたんじゃないかと思いますけども、さあ、レベル上限はね、解放しておきます。おお、来たぜ。さあ、延長のお札ゲットです。これはね、スコアアタックで使えます。ごく土の子現れました。いよいよレベル6、一気に上がったぞ。 HP が9万とかある。フルパワーでいきます。やばい、元気ドリンクが残り9個。さすがに9個ここで使うこと、使い切ることはない、ないと願いたい。さすがにね、レベル6から課金はちょっと辛いんで、まあ、レベル7はね、最悪なんかしょうがないかなっていう気はするんですけど。さあ、ミッションはクリア。91900だからね、全然あのダメージを与えてもゲージが動かないっていうね、これどうする。さあ、確実にパーフェクト狙っていきます。1234。さあ、森神レックス、ここはミスれない。しかもミッション付きなんで、ここは何としてでもミッション取ってがっつりいきます。お、いい感じ。お、いったぜ、パーフェクト。お、12700、一気にいきました。一気にいったけど、全然ダメージが、 HP ゲージが動いていない。これ確か制限時間30分だよね。あんまりね、のんびりもやってらんない、やばいです。さあ、これはちょっと難しい配置。みんなどうやっておはじきやってるんだろうね。やっぱりタッチペンと物差し、いや、素手でいけるのかわかんないけど、もしくはなんかあのスマホよりタブレットの方がやりやすいのかもしんないね。さあ、どうだ。19500いきました。やばい、このペースでいったら結構ドリンクを消耗するぞ。9本あっても危ういぞ。残り8歩。やばい。さあ、森神レックス。ミッション中。
森神レックスの時にこのミッションがついてくれるとね、非常にラッキーです。ミスれないけどね。さあ行け。あーやばい、あーミッション失敗、やばい。6800、相当痛い。お疲れ様でミス。さあどうだ。17300、若干ねちょっとミッション失敗が痛い。そして165ワイポイント、残り7本、いけるか。フルパワーでいきます。さあこの配列はスコアはね取りやすい配列。さあいけ。さあミッションクリア。おう、12300。さあどうだ。716ワイマネー、中継検知玉ゲットです。そしておー伸びた、18800。おフレンドに助けられました。残り3万か、厳しいです。170ポイント、残り6本か。やべえな、ここで使い切りそうな勢いだぞ。そして残り時間もね少なくなってきました。この10倍を狙って、あーそれた、マジか。あー6300、全然ダメだ。554ワイマネー。そしてあ13000、お助けられました。残り19000、なんとかいけるか。150ポイント。さあ残り5本になってしまいました。さあフルパワーでねいきますよ。強さ6倍、もうねこれフルパワーじゃないともう全然ダメだね。残り13000、あと少し。ここまで来たらなんとか倒しきりたい。ミッションがついてます。さあこれは難しい配置。あーっとちょっとそれたけど、ミッションクリア。危ない、9000です。ミッションボーナスが3000。おう17500、おっとわずかに残った、1600残ったぞ。166ポイント。さあ行きますか。お見当たらない、すでに倒されてしまった。あざす。お元気ドリンクゲットです。そして80ポイント、なんとかね倒しきりました。レベル6でこれか、厳しいね。お報酬は必殺 G の秘伝書、これは嬉しいです。ぜひともね、ごく土の子ゲットして、土の子にね、使いたいなと思います。